ジャンプする？そう、ジャンプできるのはあなたの体と
あなたが本当に大切だと思うもの。いい？目を閉じて、行き先のことを強く思って。地球の姿。昔大陸は一つだったんだ。じゃあこれは？月だ。もうすぐ君に本物を見せてあげる。どこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。
自動配送ロボ出動。解除します。頑張ってください。今日はいい日だ。ありがとう。今日はいい日だ。
Come on.
施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。いいぞ。ありがとう。ブリッジズには助けてもらってばかりです。アメリさんが私たちに教えてくれたの。この研究が農作物に役立つんじゃないかって。カイラル通信がつながるのを待っていました。さて、運んでくれた荷物を見ないとな。完璧な状態ね。どうやって運んできたの？ありがとう。ところで、あなたはフラジャイルの知り合いなのか？もしも彼女に会うことがあれば伝えてほしい。頼む。助けてくれてありがとうと。もしもサウスノットシティで爆発が起きていたら、ここも巻き込まれていた。英雄だ。彼女こそが英雄だ。あとはカイラル通信だ。繋いでくれるかな？サム、ミュールに荷物センサーを使われて見つかってしまうことがあるでしょ。そんな時のための対抗策として、あなたの荷物センサーの機能を強化してみたの。ミュールに荷物センサーを撃たれた時、タイミングよく荷物センサーを打ち返すことで相手のセンサーのパルスを相殺できるの。ミュールはあなたにも荷物の存在にも気づかない。タイミングが重要よ。試してみて。おお、ありがとう。おかげで本格的な特級農業が始められる。これはきっと世界初になるだろう。実は今も実験的に栽培をしている。しかし特級の予測ができず、思うようにはいかないんだ。この辺は特級の降り方が一定していて、種まきと収穫のタイミングを予測できた。ところがここのところテロが多発して、死人が急増した。それがカイラル濃度に影響したのか、天候が不順でうまくいかなかった。カイラル通信がつながってくれさえすればもう安心だ。そして私たちはこの特級農場をベースに、特級を利用した大地の緑化計画を始めるつもりだ。特級に強い植物を研究する。この環境に適応するような生態系のこともな。そうすれば
時雄の性質を知ることにつながるはずなんだ。研究を続けていつかやってみせるよ。ありがとうサム、あなたは希望を運んでくれた。収穫が楽しみだよ。いいぞサム、そのエリアはあと半分だ。引き続き頼む。あ、ちょっと見てみろサム。その時雄の蚊がつながったことでまた新しい依頼も入っているようだぞ。帰り道も有効に使うといいだろう。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。されました。武器のロックを解除します。
調子いいぞ。よし。よし。
ありがとう。助かった。Thank you.
Yeah.